さあ始まりました、由美ちゃんのゴルフトークへようこそ。今回は鉛の張り方とその効果についてお話ししたいと思います。たけちゃんがずっとこれしたくないって言って言ってたやつなんですけど、ちょっとやろうかなと思って。たけちゃんなんだっけ、なんかいつも言ってるよね。鉛、まやかしだっけ。じゃあまやかしっていう小細工。あ、小細工、小細工、ごめんなさい、小細工ですね。何だから、たけちゃんやりたくないって言ったけども、やっぱり一般のゴルファーたちは再々こうゴルフクラブ変えれないんですよ。でもやっぱスライスとかフックとか悩むんで、それが鉛でちょっとでも押されるならいいなっていうところがやっぱりあるんですよね。で、私もちょっと鉛張ってる人とか見るとなんかちょっとこだわってるなって感じがして、多分やってみたい方っていらっしゃるんじゃないかなって思ってます。なので一般ゴルファー代表の私がちょっと調べてきました。たけちゃん、なんでごまかしじゃない小細工やつになんで小細工って言うん。別に小細工っていうのを悪い風に言ってるわけではなくて、うんうん、実際横文字がチューニングになるんですね、うんうんうん、だからまあその小細工っていうのは僕がまあわざと言ってるのは何かっていうと、すごい大事なことなんですけど、そのやりすぎ、過度にやりすぎると今度弊害も出てくるわけですね、うんうんうん、まあ、いつも言ってますけど、ゴルフクラブってはトレードオフっていう関係がありますから、何かを取れば何かを失う、うんうん、だから、まあ、小細工は大事ですけど、小細工以上になっちゃうと今度も本来のクラブ の, そのポテンシャルがなくなる可能性もあるから小細工と呼んでます。正解上から目線ごめん。いやいや、でもたけちゃんはね、そんなね小さい男だと思ってなかった。いやね、これでね貼って治るんなら、フィッティングいかんでいいわみたいなのがを阻止して言ってるんじゃないっていうのは私分かってた。そうだから、これはもう本当にピンポイントで、初めに言っときます、ピンポイントでそのスライスが治るとかフックが治るっていうものではなくて、副作用というものがあるので、それを注意点で、ちゃんと確認しながら今回は説明していこうかなと思っているところです。なのでね、よかった、素晴らしい、お願いします。はい、お願いします、はいはい。でね、私もちょっとインスタグラムをしてるんですけれども、すごく協力的なフォロワーさんがたくさんいて、ちょっと今回鉛について調べたいんだって言ったら、すごいたくさんアドバイスとかコメントをくださったので、一つずつ、さすがインスタグラマー、うん、さすがやで、写真とかね送ってもらったので、ありがとうございました。でそれで調べていくと、も思ったより深くてこれ聞いてちょっと収集つかんなって思ったでもまあいろいろ調べていくと、こうベーシックなところとちょっとねアドバンス のものがあるっていうのが分かりました。で今回はこのベーシックなところをまず初めにお伝えしようと思います。ではいきますよ。ウッドとアイアンとパターでやっていきます。で今回はウッド、ドライバーも含むウッド系に、お話をしていこうと思います。でね、これはねヘッドだと4種類あった、たけちゃん張り方が。でまあ、ここの頭側とヒール側に貼るのが 両極端の、効能があって、今度はこっちとこっちも両極端のこっちとこっちとこっちとこっちで、効果が変わります。はい、ではまずは頭側ヒール側の話をしていこうと思います。これは、弾道がちょっと変わるかなっていうところです。でまずこの1番目の頭側に貼ると、ヘッド重心距離が遠くなるので、ヘッドが返りにくくなる、結果スライスしやすくなる。なのでチーピンとかフッカーさんがここに貼っていることが多いです。ちょっと貼ってみようかな。これもう本当にこれ 1g 2g 1g ちょっとね、 1g ちょっとの、うん、結構柔らかいからここにこうやって沿ってくれるね。こんな感じ、たけちゃん、全然 OK、 ギューって貼ったら、はい、こうすると重心距離が遠くなるので、ヘッドが返りにくくなる、よってスライスフックがしやすく、スライスがしやすくなる。はい、なのでフックやチーピンで困っている方がここに貼る方が多いです。じゃあ逆にこっち側に貼ると、ヘッドの重心距離が近くなるのでフックしやすくなります。なのでスライサーや、スライスの人がここに貼ると
それが抑えられるっていうことですね。ロフトが書いてあるところに貼ろうかな。はい、こんな感じで。なのでスライスにお悩みの方はここに貼ってみてください。たけちゃん、これ何グラムぐらいなら貼ってもいい？まあ2グラム、いって3グラムまでかな。ああ、そうなんだ、うん、これって私だったらスライスが怖いからここにいっぱい貼りたいんだけど、うんうんうん、貼りすぎた時の弊害って出てくる？うん、基本的には2グラムぐらいまでを推奨してる、うんうん、で3グラム以上になってくるとバランスで言うたらやっぱり1ポイント以上上がってくるので、せっかくヒール側に貼って要はフェイスが返りやすくなるっていう効能があるとはいえ、うんうん、今度貼りすぎることでヘッド自体が重くなるので、うんうん、振り遅れがあるんよね。なるほど。つまりそこに貼ってフェイスが返りやすくって言いながら結局振り遅れで右飛ぶんやったらなんか本末転倒よね。なるほど、うん、そこがちょっと落とし穴っていう感じだね。だからいっぱい貼ればいいってもんではないです。私5枚ぐらい貼りたかったもんなるほどね。なので皆さん貼る量もね、場所もなんですけれども貼る量も気をつけてやってみてください。では続いてこっちとこっちに貼るのは何があるかっていうのをちょっと説明していきます。今度は重心振動の話になるんですけれども、こっちのねお尻側、こっちに貼ると重心振動が深くなるのでスピンが増えて上がりやすくなります。そうですね、重心振動が深くなることで芯も広くなります。あ、そっか、はい、最近の流行りのクラブがそうだ ね、 うね、うん、若干ですけどね、若干ねそれでもね、そうやってすることで球も上がりやすくなります。なるほど。なので球を上がりやすくしたい方はここに貼ってみてください。じゃあこれ逆だね、ここに貼るとどうなるかって言ったら、今度は重心振動が浅くなるので、よいしょ、スピン量が減るってこと？そういうことです。一番のメリットはスピン量が減る。ここ、なるほど。じゃあ私ここにも貼りたいあんた 10g ぐらい貼る気やろじゃあこことこことかに貼る場合もある？もちろん併用さすこともあります、ね、あ、じゃあ合わせ技が使えるってこと、ね、それをするとやっぱ重くなりすぎることがあるので重量は注意よね。なるほどね、うん、まあ、バランスが変わってきたり振り遅れの原因になるので貼りすぎには十分気をつけてください。なるほど。ここまででたけちゃん、私言いそびれてることある？全然ないです。100点。お、やった、ありがとうございます。で、もう一つフォロワーさんに聞いたのが、グリップのこの一番先のところに貼るっていう人がいて、これでもね、おまじない程度だけどっていうように教えてくれたんですけど、何にいいかって言ったら、こう打つ時に、まあ、ハンドアップ、まあ、ほとんどのゴルファーさんがするんですよね。で、ハンドアップって何に悪いかっていうと、トップもするしダフリもするっていう、原因になるそうなんですね。なのでそこに貼ることによって、まあ、おまじない程度だけれども、そのハンドアップを、抑えられることができるっていうことで何人か、ね、教えてくださいました。でこれを、まあ、ちょっと調べてみると、1ミリ2ミリぐらいは本当にハンドダウンの、を助けることになるそうなので、おまじないプラス本当に1ミリ2ミリは下がることができるので、ぜひね、そこに貼ってみるのもありかなと思います。たけちゃん貼ったりしてる？昔貼ったことあるね。ちょっと総重量上げようと思ってグリップの下に貼ったんですけど、うんうん、まあすごいおまじない、まあ小細工イコール的な感じで、ね、でもその心理的なことは大事よね、うんうん、それでちょっとでもこう打ちやすくなってるってやっぱ思い込めるのは、それもだから本当、ね、おまじないっていうのはバカにできない、うん、なるほど、うん、そっか。じゃあちょっとハンドアップがちょっと困ってダフったりトップしたりする方は、そこに貼ってみるのもありかな。はい、ではアイアンの話です。アイアンはウッドと違って貼る場所がもう限られているので、そこまでそういうフックとかスライスとかっていうものよりかは、ただ単純にヘッドを重くするっていうので貼られる方が多いです。でもう一つは、このちょっと下の方に貼ると球が上がりやすくなるっていうのを聞いたので、ちょっと貼ってみようと思います。たけちゃん、ここでいい？こんな感じで貼ると球が高くなるそうです。はい、で、パターもなんですけれども、パターも一番ソールのところにベタベタと貼って、ヘッド自体を重くするっていうので貼られている方がいます。なので、まあ、パターちょっと合わないなとかっていう時に、まあ、買い替えるだけじゃなくって、そういう風に鉛を貼ってちょっと感触を変えてみるっていうのも手かなと思います。はい、こんな感じで
今回鉛の貼り方のベーシックなところをお伝えしました。でもう一つちょっとお伝えしたいなと思うのが、競技の時ですね。競技の時も鉛を貼るのは試合前は OK だけど、途中で貼ったりするのは NG です。可変のカチャカチャのものと一緒なんですけれども、2019年の、ルールから可変シャフト、カチャカチャはですね、ちょっと緩んでたりすると、性能を変えなければ一回緩んで付け直すっていうことは可能になったので、もしね競技されてる方でそういう方がいたら、私今回新しく覚えたのでちょっとシェアしたいなと思いました。たけちゃん、今までのでどう、間違ったところは？いや、完璧、いけますよ。いけます、ありがとうございます。そういった感じで鉛を貼るにはまあ最大3グラム、2グラム、3グラムぐらいを貼ってみてください。 でもやっぱり私はバシッと振動数もバランスも合わせてもらっているので鉛を貼る必要はないんですけれども、プレッシャーやなでもたけちゃんが見てないところでちょっと貼ってみたいなってただね、もし本当にスイングを変えようとされている方っていうのは、自転車の補助輪のような役割で、まあ、一瞬 そのサポートみたいなものだと私は思っているので、本当に自分の球がスライスがすごく嫌だっていうのであれば、その鉛とかだけに頼らずに、自分のスイングを変えていくっていうものもいいんじゃないかなと思っています。はい、こんな感じでちょっとまとめてみました。もしちょっともうちょっとアドバンスの方も聞きたいよっていうことがあれば、ぜひコメントに書いてみてください。そういう時はたけちゃんが答えると思います。今回も最後までご視聴くださりありがとうございます。じゃあね、またね。チャンネル登録、高評価でたけちゃん、ゆみちゃん動画にすぐにアクセス、チャンネル登録よろしくお願いします。